すいません、日経新聞の藤田と申します。よろしくお願いします。あともう一点ですね、過去にもそちらの団体の方で、民事訴訟等で違法な献金とかが認定されて、法人の方で賠償や和解に応じられたケースもあったかと思うんですけれども、そうしたことは今も続いているのかというのと、過去こういうケースがあったということについてどういうふうに受け止めていらっしゃるのか見解を教えてください。この半年ぐらいは、このお母さん、それから過去の献金ケースに対して、それから現在どうなのか、またそれをどう捉えているのかということでありますが、過去献金に関してトラブルがあったということは、報道関係者の皆様方も周知の事実かというふうに思います。2009年だったでしょうか、時の当法人の会長が記者会見し、そして声明文を発表いたしました。それから13年が経ちました。この声明文で一番強調されたのがコンプライアンスでありました。でそれ以降13年当法人も末端に至るまでコンプライアンスの徹底を進めてまいりました。そういう面で見れば当法人も大きく献金に対する姿勢も含め変わってきたというふうに思っております。いいでしょうか。よろしいですか。すると今はもうそちら確認されている限りでは、そういったトラブルは現状今はもうないっていうことでいいんですか。2009年以降の案件でそのようなトラブルはありません。